はいどうもおはようございます、マグニーです。12デイズ10日目はね、新海誠さん監督の秒速5センチメートルっていう映画のねレンタルでございました。秒速5センチメートルに関してはですね、作家新海誠さんというね監督がこう日本のアニメーション作家の方でね、このね秒速5センチメートルでなんと主題歌はですね山崎まさよしさんのですねワンモアタイムワンモアチャンスをね起用していたりですね、またねこの方の違う経歴としてね2004年にね公開された初の長編映画、この方のね雲の向こう約束の場所という映画があるんですけれども、そちらはですね作画のクオリティとねこう演出とか、音楽とのマッチングが大いに評価されてですね、あの、宮崎駿監督のですねハウルの動く城を抑えまして、毎日映画コンクールアニメーション映画賞を受賞するほどの映画を作られる方なんだそうです。でこのね新海誠さんですかね、いろいろ調べているとねすごい興味が出てきまして、見ているとね面白い経歴の持ち主でですね、まだ実はこの、秒速5センチメートル見てないんですけど、今すぐにでも見たいなという気持ちにさせられてしまっております。かなりね面白そうですね。ではね、録画した動画があります。ダウンロードした時と、ちょっとだけまたねお見せできると思うんで、そちらをね見ていただきまして、この動画を終わりにしたいと思います。ではね本日からね本格的に動画作成に勤しみたいと思いますので、ぜひご期待でございます。ではどうぞ。12 days 10日目、開けたいと思います。じゃん。10日目は秒速5センチメートル。なんだこれは、見る限りこれ DVD か本か、見てみましょう。見てみるとですね、レンタルが無料でできるということですね。買えるわけではないようですね。無料でレンタルできるから、見ればいいよということだそうです。じゃあ無料レンタルの方に行きたいと思います。タッチ ID。 今回この秒速5センチメートルですが、このねビデオってアプリです。このビデオってアプリのところの、レンタルのところに、ね、このようにあると思います。見ると分かる通りですね、あと29日間有効ということで、これレンタルした日から30日ということですね。で本日だけ無料で、レンタルができる、ということだと思うので、本日一応ダウンロードしておいて、この1ヶ月間のうちに見ればいいということです、ね。そのレンタルした映画再生してもよろしいですか。再生を開始すると2日で有効期限が切れます。一度再生してしまうと2日の間に見ないといけないということですね。僕はこれも知りませんでした。はい。まあこのような形で再生するのはもったいないので、少しこのように見ていただきまして、先ほどねご覧いただきました雲の向こう約束の場所のね、トレーラーを見ていただきますと分かる通りですね、結構綺麗な作画のね、面白い、アニメーション映画でございますんでね、ぜひね皆様も、ダウンロード今のうちにねダウンロードして、レンタルしてか、見てはいかがかなと思います。それでは12デイズ10日目のプレゼントはですね、新海誠監督作品秒速5センチメートルのレンタルバージョンでございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、というわけで12デイズ10日目は、映画でしたね。映画のしかもレンタルでしたね。こういうのも初めてなのかなと思うんですけれども、明日は一体何が来るんでしょうか。こういう動画いつも上げておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。